イランを駆動する宗教イデオロギーの力。イランの核兵器問題については、最高指導者ハメネイのファトワーによって禁じられていると世間は信じていました。ところが、2021年2月、ハメネイ自身が、もし、イラン・イスラム共和国が核兵器を取得すると決めたなら、イスラエルも、米国も、それを止めることはできないという旨を述べました。